3-3-2-2 で予想しました。ゴールキーパー佐藤、ディフェンス3枚、右から黒木、姿、酒井、中盤深いところに川原、右に上村、左に岩下、こうトップに開いていく形になるかと思います。右に杉山、左にターレスが入っています。そして高橋、伊藤が初のスタメンです。3バックで予想しました。 3-3-2-2 と見ています。ゲームに入ってまた見ていきましょう。ゴールキーパー田尻、ディフェンス鈴木、石田、石井、中盤深いところに新井大輝、右に瀬瀬、左に杉井、そして秋山初スタメンです。キャプテンのカニが横に並ぶ形、ツートップに田口と石川と予想しました。さて速いボール、ここに石井、ゴール正面、キャプテンのカニ弾き出しました。キーパー佐藤、杉井からのクロス気味のボール、一度収めておいて、カニ正隆、先ほどはショートコーナーでした。今度はどうする熊本、直接行って巻いてくる、こぼれたところに杉山、先制点熊本、杉山直弘、今季2点目。こぼれたボールを狙いたい、そう話していた通りのプレーができました。杉山、数は足りていましたが、川原、左にターレス、中には高橋、クロスバーの上でした。ターレスからのクロス、中に待っていた高橋、中使う、ここにカニ、次中にグラウンダーを送る、ゴールの正面、キーパー佐藤がキャッチします。頭を抱えた石川、ジャストミートはしませんでした。ラインを統率する鳥取、そこに伊藤がスルスルと入っていく。熊本、シュートに行った、弾いた、焦るシュートは上村周平、再三上下動をしている黒木浩平、奪った鳥取、ゴールの正面、体を寄せる、シュートを狙っていた、佐藤が弾く、右に樋口、左に杉山という形になっています。杉山、長いボールを送っていく、ここにターレス、かわして右足、ここはキーパー田尻がしっかりつかみました。その分中が空いていく形になります。両サイドが熊本を絞っています。ミスが出てシュートに行った、防いだ佐藤、前でポイントを作る樋口、もう一度樋口の足元、そしてターレス、足がある、ターレス抜いていく、かわす、エリアに侵入、グラウンダー、シュート、点を仰ぎました。浅川、ここでターレスがタックルをかわしてエリアに侵入する、このグランダー背番号11浅川隼人、大きな指示を飛ばします。金監督、あの大敗から次のゲーム1点を追って鳥取、ゴール前正面、つながる、かわした、クロス、高いクロスが上がっていく、キーパー佐藤が触る、中ネットが揺れた、同点、土壇場で追いつきました、ガイナーレ鳥取、
わしておいて高いボール、キーパー佐藤が弾いたボール、石川が送り込んで最後この石川からのボール、体を張りました。試合終了を告げる長いホイッスル、ロアッソ熊本勝ち切ることはできませんでした。勝ち点3でなく勝ち点1、0ではなかったこの1点がこの先どう響いてくるか。